ラブカス tv 川口学ですえ皆さんご自宅でですねお時間をお過ごししてる方も多いと思いますけれども本日トヨタ自動車がですね新型ハリアこれを発表しました販売は6月ということになっていますけれどもせっかくですね僕もお家にいて時間がありますので皆さんと一緒にですねこの新型ハリアチェックしていきたいと思いますまずデザインからいきたいと思いますけれどもなんかもうパッと見た瞬間にこれは レクサスを食ったんじゃなないかと思えるようなですね非常にクオリティの高いデザインが展開されているぞということを感じますまあ今ここにですね出ている画像見ていただければ分かるように基本的なですねデザインのテイストそしてフォルムなんかはやはりこれまでのハリアーを踏襲してますけれどもモデルがですね台が進むことによってどんどん洗練されてきたなという印象を受けますさあこれが顔つきですけれども トヨタのですね、最近のモデルと共通性は感じさせつつもですね、特にヘッドライトの中のこの L 型のですね、LED が非常に目立ってるなという印象を受けます。そしてまあこの辺りが、まあ、レクサスなんかにもちょっと近いような雰囲気を出してるなというところを感じさせます。さあそしてボディサイドに回り込んで見てみますと、とにかくルーフラインがですね、非常にこう、 なだらかに落ちていく感じがあってこれはウィンドグラフィックとの関係でまあクーペ的なフォルムを見せようとしているそんな作りになっているのがすぐにわかりますなので実際のルーフラインはですね本当になだらかにしか落ちていなくてまあフラットから少し下がってるぐらいの感じなんですけれどもウィンドグラフィックをですねよりこう 下げるような感じにしてますので当然そこでででクーペ的ななフォルムがが出来上がるわけですよねなので実際に横から見るとクーペ的な感覚あるんだけれども乗ったらヘッドクリアランスはしっかりと取れてるんだろうなということがこれで想像がつきますそしてさらに見ていくとボディサイドはですね割とこう面を動かしながら抑揚をつけてるなという印象を受けます特にリアタイヤの前の部分でフェンダーをですね盛り上げてあげて非常にこう力強い感じを 表現するのにすごく効果的かなという風に感じますそしてリアのクォーターから見るとまず最初に気が付くのはテールレンズがですねもう一直線のまあ、一文字のテールレンズを使っているということですけれどもこれはですね最近のトレンドになっていてしっかりと その横の横部分まで発光するタイプになってます、ね、でとてもなんかこうリアのクォーターからのです、ね、見た目なんかを見ててもデザイン的にです、ね、今回のモデルは相当洗練されてるなという印象を受けますさあそしてインテリアチェックしたいと思いますけれどもインテリアですね今回発表されている写真から見るとですねブラックとブラウンのツートーンでまとめ上げられているインテリアこれがなんか非常に印象的ですよね。 馬の蔵をイメージしたというふうに聞いてますけれどもこの辺りのです、ね、質感なんかも、まあ、写真だからというのもありますけれども相当に高そうだなっていう感じはありますしトヨタは最近ですねディスプレイオーディオを採用してますからそのディスプレイオーディオはですねかなりサイズがですね大きいですね。これ ワイイドディスプレイになっているととうことですので、まあ、輸入車にに負けなないいいぐらいの大きさになっていると非常に存在感があって見やすくなっているだろうというところはありますおそら,らくまだ実写見てないで何とも言えないですけれどもこれまで出てきたですね例えばカローラとかその辺りだとちょっとわあんか怒りもついてるなっていう感じがありましたけれどもその辺りも少し軽減されるのかなとそしてこの写真で見てわかるのはですねメーターにリングが入っているのでどうやらですねこのスピードメーターのところはアナログである可能性もある あるのかな最、ね、も2、まあ、眼のですねメーターの間のスペースはですね非常にこうフラットになってますのでここはまあおそらく液晶だろうなということですが盤面まで液晶かどうかっていうところはですねこの写真だとちょっと分からないところですけれども以前に比べるとかなり先進的なものになっているのは、まあ、間違いないところですよね。そしてセンターコンソールはですねエアコンのスイッチ類を囲むようにこうなだらかにですね茶色の コンソールを入れてそこからシフトレバーのところにつながっていくようなデザインになっていてシフトレバーの後ろに横向きのドリンクホルダーがしっかりとついているというのも特徴になっています。 はいそしてこれはですねシートなんかも含めたデザインですけれどもシートの形状良さそうですねこの肩のですね部分のサポートこうしっかり張り出してていわゆるその輸入車で見るスポーツシート的な感じのですねものになっているのでこれはあのしっかりとしたサイズで体を支えてくれるものだろうなということが想像できます。 そして今この横の横の写真で見るとやっぱりディスプレイオーディオはかなり寝た状態になっているのでカローラなんかみたいにちょっと直立している感じのものとは全然違うものになっているだろうなと,というふうに思いますただし上端のですね位置は結構高いところにあるのでこの辺りがどんなふうに見えるかというのは気になるところではありますでさらにドリンクホルダーのですね部分がクローズアップされてますけれどもおそらくこのドリンクホルダーの周りのですね 茶色のです、ねまあ、レザーっぽく見えるけれどもこれはですね、まあ、内装材樹脂なのか何なのか分かんないですけれどもおそらくソフトパッド的なもので作ってるんだと思いますただこの写真で見る限りは相当に質感高いですしぐっとですねなんか垢抜けた雰囲気もあります。さらにシートもも、ね、ブラウンののステッチが入っていてい、まあ、この辺りも 抜かりないいっていう感じがしますよねこれはおそらくですねドアトリムスピーカー入る部分だと思いますけれどもここに社名のですねロゴが入ってこれはなんか金属調のプレートみたいな感じで入ってるようですけれどもこの辺りもですね輸入車のオプションでついてるですね有名ブランドのオーディオとなんかこう近いような雰囲気を出しているところなのかなというふうに感じますそしてさらにパイピングのオーナメントをですねつけることによって ま上質感をですね一段グッと引き上げているそんな印象がありますそしてさらにですねこれはですね今回の新型ハリアのですねトピックの一つと言える超高パノラマルーフというものなんですけれども要するにですねガラスの面自体をですね曇らせたり、まあ、クリアにしたりということによってですね、まあ、光の入り方とかそういったものを変えるというですね仕組みになっているわけですねこのような感じですねこれが通常状態で こっちが調光された状態というような感じで切り替えがですねできるというのは非常に特徴的な部分ですもちろんこのようにシェードをクローズして使うこともできるという感じですよねこれは輸入車の上級クラスでもめったに付いてないものではあるのでそのあたりはすごく装備としておごったなという感じは受けますね、えー、さらにです、ね、トピック これもですねすごいですけれどもデジタルインナーミラーを採用したのは時代の流れからして当然かなというところなんですけれどもなんとですね全後方の録画機能付きのデジタルインナーミラーということなんですねなので、まあ、ドラレコが標準で搭載されたというふうに考えていただければいいと思いますこれも思い切った装備だと思いますしまあ最近のですね道路事情交通事情みたいなところを考えると煽り運転なんかも頻発している状況ですから そういった時にですねこの前後方のですね録画機能がついたデジタルインナーミラーをです、ね、備えているとすごく安心ですし非常にですね商品性とととしても高いなといなうことを感じますさあそんなわけでですね内外装見てきましたけれどももちろんですねそれだけではなくて今回のハリヤーは中身も相当にすごいというのが特徴になっています。 まずですね、プラットフォームですけれども、これは TNGA のプラットフォームを用いています。つまり、昨年登場したラブフォートと共有していると考えていただければいいと思います。それだけに、パワートレーンのですね、ラインナップなんかもラブフォーと同じということになってますので、このあたりはですね、もう実績が あるというのはすぐに想像がつくところですし、ラブ4はいわゆるですね、アウトドア系とかですね、若者向けとかそういう側面もあったと思いますけれども、ハリアの場合はもっとアーバンな存在になりますから、ラブ4よりもさらに快適性能はぐんと引き上げてきているだろうなということが予測できます。ハリアのこの展開見ていただくとわかりますけれども、デザインも非常に洗練されてますし、なおかつちょっとこう見せ方もダークな感じで見せて。 いることが分かるように、まあ、ちょっと大人の世界観みたいなところというのは絶対狙ってるはずなのでそこで言うとですね静粛性は相当に高めてくることは間違いないですし走りにおいてももはやラブ4でですね相当にレベルの高いところが実現できているのでそこからさらに上質を感じさせるチューニングこれを行っていけばですね相当いいものになるなというところは予測できるわけですね。クラスで言えば 輸入車のですね、メッセンス・エスメスの GLC とか BMW の XE とかその辺りと同じぐらいのサイズになってくると思うんですけれどもおそらくそれらと走り比べても静粛性は、まあ、トヨタは昔からですね高いですからリードするものになるんじゃないかと。 いう,ふうに感じますそして一方でですねダイナミクスですけれどもこの部分に関しても最近のトヨタは非常に力を入れてます、まあ、特にもっといい車を作ろうよという言い方をしてラブ4なんかもそうですけれどもハンドリングもですねしっかりと磨き込んでますのでそういったですね流れからするとこれも相当に力を入れてきているぞということを予測できますし実際にですね今回のこのハリアーのチーフエンジニアラブ4の チーフエンジニアを務めめた佐伯さんんという方が勤めてるんですねなのでラブ4とハリアーを兼務してるわけですけれどもそれだけにラブ4とは違うキャラクターっていうのをしっかりと理解してますしそこに何を入れていったらこのキャラクターがもっといいものとして成立するのかということは熟知してるでしょうからこの辺りが完璧に仕上げてくるんじゃないかなというふうに予測ができます。 そしてさらに安全装備ですけれどもこれはもう第2世代のですねトヨタセーフティセンスが加わることになるのでまさに最新の運転支援も含めたですね装備が備わるということになりますという感じでトヨタの新型ハリア見てきましたけれども、まあ、非常に魅力的な車であることは間違いないというところであとは価格がどんなものになるのかというところも期待ですけれども、まあ、実際にですね比べてみるとライバルよりも新しいものが 全て揃った状態で商品力が非常に高いというところはもう何にも買い難い魅力になってますし同クラスの輸入車と比べると単純に値段として2300万円安いようなそんな設定ですからコスパもいいしというところで今回はさらにその全てが新しくなって魅力がよりました輸入車との差もだいぶ狭まっているはずですからその意味ではですね非常に楽しみな1台であります。 これはですね6月の発売ということになるのでその辺りにおそらくまた皆さんにです、ね、実写をお届けすることができると思ってはいるんですけれども、まあ、現在ですねこのような状況でこの先ですねどのようなスケジュールになってくるのかというのは分かりませんけれどもできる限りですね早くラブカーズ t v としても届けたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まあ、皆さん今 ちょっとですね不安な状況が続いてまして非常にですね閉塞感のある状況ではありますけれどもラブカーズ t v ではです、ね、そうした状況の中でも皆さんになるべくお家で楽しんでいただけるようなコンテンツを出していきたいなと思いますので是非ご覧になって少しでもですね時間を潰していただければというふうに思いますそれではまた別の車でお会いしましょうラブカーズ t v 川口学でした